千代大鳥祐樹は、鹿児島県渋市出身で九十部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、木下祐樹。身長179センチメートル、体重183キログラム、血液型は、大型。特異種は月、推し。最高位は、西小結。同じ九十部屋の千代丸は実刑。好物は、鳥の唐揚げ。嫌いなものは、トマトと梅干し。 趣味は、寝ること。平成4年度生まれの関取を指す、いわゆる、花の4組の一人。渋谷大原保育園時代はサッカーを行い、渋谷市立渋谷小学校に入ってからは1年から5年頃まで、水泳を行っていた。入門前は主に柔道を得意とし、渋谷柔道スポーツ少年団時代から、渋谷市立渋谷中学校時代までの9年間に、渡って続けていた。 小学5年時に全国3位、中学3年時に全国大会出場を果たすなど活躍を見せ、黒帯も取得。スポーツ少年団の先生は相撲も教えていたため、小学2年から6年の頃までに相撲の経験があり、6年時にワンパク相撲全国大会ベスト16の成績を残した。ちなみに父は野球をやらせたかったようだが、父の出張中は、 母が柔道や相撲を始めさせたといい、本人も生まれ変わったら野球選手になりたいと願っているという。小学校時代に九州で九十部屋の催しが行われた際に少年団の先生に連れて行ってもらい、九十に部屋を紹介された。兄の入門が先に決まると部屋の鹿児島公園会長が自宅を訪れた際に入門を志願。中学卒業後、 兄と同じく十部屋に中卒で入門2008年5月場所で初土俵。勝ち越しが続いていた同11月場所で左膝前十字陣体断裂の大けがを負い2009年5月場所まで休場。復帰した2009年7月場所で勝ち越すと翌9月場所で女二段優勝を果たした。仕込めを 大木家から千代大鳥に改めた後、一時三分難目で、苦しんだが順調に昇進していった。2011年1月場所でに、幕下に昇進。大相撲やお町問題で、本場所が中止となっていた2011年4月2日には、実家が火事に見舞われたという知らせを受けた。はじめ、姉の電話があった時は、エイプリルフールのネタだと決めつけていたが、後で友人から、 メールや現場の写真を受けて事実だと知った。以来、新居と新しい土地を購入するために、関取として稼ぐ決意を固め、同、11月場所と、翌2012年1月場所を連続で6勝1敗の成績を収めた。翌、3月場所での重量昇進を決め、2006年11月場所の和歌の方以来、日本人力士としては、 同年9月場所の土地王山以来6年ぶりとなる10代の関取となった。関取に昇進した3月場所は9勝6敗と勝ち越した。11月場所で怪我により休場するも、翌2013年1月場所から2場所を連続で2桁勝利を挙げ、5月場所での新入幕を果たした。鹿児島県からの新入幕は2010年9月場所の 朝日南海以来戦後20人目。新入幕の場所は6勝9敗と負け越して跳ね返された。11月場所では13勝2敗の好成績で重量優勝を果たした。翌2014年1月場所で再入幕を果たし、10勝5敗の好成績で締めくくった。翌3月場所は自己最高位を東前頭5枚目まで更新。 その場所は9勝6敗の勝ち越しを決め、翌5月場所の番付には、西小結の地位に名前が乗り、この場所の幕内最年少にして、新三役という立場となった。九十部屋からの新三役は1999年7月場所に、西小結に昇進した千代天山以来約15年ぶりである。鹿児島県からの新三役は、1992年9月場所の朝日。 同産以来戦後8人目。昇進の折のインタビューでは、上述の家事について言及し、土地、新居込みで2000万円。まず半分は、俺が準備して、そして残りは、兄が、ちょこちょことローンを組んで払う予定です。と、その計画を語った。新三役の場所は、この場所新横綱の各流に圧勝した者の,の5勝10敗と、 大きく負け越し、上位の壁に跳ね返された。二千十五年一月場所二日目、インフルエンザのために休場し、沖の海戦は、不戦敗となり、五日目から再出場し十日目の上高流戦では、上高流の休場で不戦勝を得た。三月場所では十一勝四敗の好成績を上げる、ものの、関東賞をかけた千秋楽の一の城戦で、左膝を負傷し、翌、 5月場所は2日目から休場した。7月場所で十両に陥落するも1場所で幕内に復帰し、11月場所で10勝5敗と4場所ぶりの2桁勝利を記録した。2016年1月場所初日の御嶽海戦で再び左足を負傷して2日目より休場し、6日目から再出場した。この場所のアムール戦は不戦敗となるが五月場所二日目では アムールの球場により不戦勝を得た。2016年8月には、師匠の13代90の聖居により部屋付きの助の山が14代90を襲名したことに伴い、秋株になった助の山の名跡を取得した。なお、13代90の死去に際しては、今にも起き上がってきそう。頑張って来いと言われている気がする。もう一度、三役に上がって、 親孝行したいと鎮痛な表情を浮かべながらコメントを述べていた。しかしその後は勝ち越しに恵まれず、2017年3月場所は6日目の豊響戦で叩き込まれた際に負傷。日本相撲協会に右肩関節脱臼で2週間の安静が必要との診断書を提出して7日目から休場。同年11月場所は右肩脱臼。 左膝前十字人体損傷で約1ヶ月間の過量を要する見込みという10月30日付の診断書を提出して全休した。9月場所後に手術を受けており、この全休によって35場所務めた関取の地位から陥落。翌2018年1月場所も全休し、翌3月場所から幕下会で復帰したものの、 負傷の影響は否めず三勝を四敗と負け越し、翌五月場所では元三役としては史上七人目となる三段目陥落を余儀なくされたが、平成二十八年七月場所以来十一場所ぶりの勝ち越しを記録した。二千十九年には徐々に番付を回復し、西幕下筆頭の地位で土俵に上がった十一月場所では二番相撲までの連敗の後、三番相撲からの四 連勝で勝ち越しを決め、4勝3敗で場所を終えた。場所後に、再重量を果たし、13場所ぶりに、関取の地位に復帰する格好となった。三役以上経験者が三段目以下に陥落してから重量に復帰する事例は、この場所で同時に、再重量を達成したテルノ富士を含めて、上高流以来三人目。場所中の報道によると、右肩の回復具合は、 6割程度とのことであり、千代おとりは、早く、千代丸に追いつきたい。幕内を見ていると、同年代が頑張っている。早く、そこに行きたいと意欲を語っていた。2021年1月場所は、場所直前に自身が、新型コロナウイルスに感染していることが判明した、ため全休した。翌3月場所の番付は、事情が考慮されて、全休ながら1枚効果に止まった。 基本的に突き押しを得意としており、立ち合いでは、期待から当たることが多い。引かれてもとっさに両手を揃えて、手のひらを上に向けて残す技術と一日五百回の、四股で養った強い足腰も備えている。ジオウトリは2008年九州場所の大怪我以降、四股の重要性を思い知ったそうであり、それ以降、四股は腰を低く割ったまま踏むように心がけ、それ以前より得意としていた四つから、 現在の月押しに取り口を改造したという。そのしこは、師匠の九十が現役時代に部屋の兄弟子である、正さきのしこの方を綺麗だと思い真似たことから始まったとされ、以来九十のしこの方になりそれが治用を取りに伝わったという。叩きに強く惹かれても容易に落ちないのも特徴で叩きについていって勝利を収めることがしばしばある。一方で、 立ち合いの後の攻めが弱くなりがちな部分があり、2014年11月場所前の座談会では、元日本テレビアナウンサーの原和夫が、二歩目をしっかり出して、もっと出足が出てくれば変わるかもしれないと、元文化放送アナウンサーの坂慎一郎が、何か一つ武器ができれば三役に定着できると、改善策を提案した。仕切りの動作は、時間いっぱいになると、 体のあちこちを叩き、顔を動かすという落ち着きのないものである。左膝の負傷が慢性化してからも前に落ちない、相撲は健在であり、2017年1月場所時点で 180kg を超えるンコ体型でありながら、前に落ちない相撲を取ることについて、お笑い芸人の花輪から驚きの声を受けている。月押し力士ではあるが組んでも強く、腰の重さも注目されている。 13代90は、生前、千代を取りに、打ちかまして一発で持っていけば、横綱にも勝てると言葉をかけたといい、2020年、1月場所の関取復帰はこの言葉を、取り組み前に必ず思い出して土俵に上がり続けた結果であった。2021年7月場所終了現在、ベースボールマガジン社、都合2012年3月号32ページ。 相撲2016年64ページ ABC、おうち時間ん、千代丸、玉鷲など、関取14名が登場。日本相撲協会公式チャンネル YouTube2020 年6月18日、相撲2013年11月号68ページでは、千代丸は弟の千代大鳥を大鳥と呼び、千代大鳥から木下さんと呼ばれるユニークな兄弟関係を、 築き上げていると報道されている。大空出版、つモファン、ボリュームレ 6P68 から71。この場所は、兄の千代丸も、同じ重量の土俵で11勝4敗の、好成績であり、弟である千代おとり本人は、先週楽の様子について、重量発の兄弟、優勝決定戦の重圧をなくすために一差で追う、兄の前に自身が優勝を決めることで楽に、 取らせたかった。と、相撲を2013年12月号68ページで語っていた。現役の兄弟幕内力士が共に勝ち越しを決める、令和2006年5月場所の朗報白露3以来で8年ぶりの快挙となった。AB 大相撲。 千代大鳥有希出席の地メールが、九十竜字元で、実感、三役の重み日本経済新聞有刊2014年5月14日付、千代の富士の弟子たちが師匠への思い語る、千代大鳥、親孝行死体三スポー、コム2016.8、三十九時二十八分千代大鳥が休場イコール、大相撲春場所時時通信2017年3月18日マイナス10、43、 浦和3ヶ月の過料必要球上力士が診断書公表治療を取りは幕下転落へ。産経ニュース。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ171110スラッシュ sp1711100024-n1 o と html2017 年11月26日閲覧元大関、テルノ富士が重量復帰初場所の番付。 編成会議日本経済新聞2019年11月27日10時33分、千葉大鳥が勝ち越し、一つでも多く2年ぶり重量前進日刊スポーツ2019年11月20日15時36分、コロナで4部屋65力士が、全球席取りは、白鵬ら15人、大相撲初場所、時事 .com、2021年1月9日、 2021年3月1日閲覧。コロナ全休、幕内は、末置き春場所、重量1枚降下、中日新聞、2021年3月1日。2021年3月1日閲覧。ン。相撲2014年3月号19ページ。相撲2014年3月号20ページ。相撲2014年3月号21ページ。 大相撲ジャーナル2014年12月号64ページ、成功法の遠藤は、相手役がいてこそ、くちゅうへやさんのやんちゃなこせいなんばーウェープ2014年5月22日10時50分、大相撲ジャーナル2016年12月号71ページ、大相撲ジャーナル2017年2月号73ページ、 大都ジじゃナル2016年10月号65ページ大都ジじゃナル2014年1月号61ページ代を取り先代の言葉胸に復活ここからがスタートラインサンスポーコム2019.11271828分代を取り込むすび昇進渋し,しの日に吉報 距離枠 373news.com2014-042510 時1分鹿児島支部市でお釈迦祭りシャンシャン馬お、ま、花嫁のせ朝日新聞デジタル2014年4月30日3時大相撲兄弟関取に恵み新十両の千代丸夢の第一歩叶った MSN3K ニュース2013.72412時10分滑狂の部屋若武者競う大相撲 地洋おとり日本経済新聞活況の部屋、若武者基礎大相撲、地洋おとり日本経済新聞2014年5月17日7時、地洋おとりが横綱を発撃破中日スポーツ2014年5月18日紙面から、地洋おとりニアニア初握手会たなみん、シー中入デリースポート3ライン2014年9月7日、地洋おとり3場所連続、 ツカミの反則勝利 nykknsports.com 2015年3月17日力士、治療大鳥の逆立ち稽古が凄す,すぎて二度見レベルだと話題に、なんという運動神経。AOL ニュース2016年4月21日12時、治療大鳥、献血で無理な注文。 注射しないで取ってくれたらなぁ2017年2月6日18時34分スポーツ放置。千代丸が重量発優勝。弟、千代踊りに続いた初の兄弟連続。V スポーツ日本2014年1月26日配信。インフルエンザ A 型のため2日目から4日目を休場。左膝半月板損傷のため2日目から休場。左皮膚筋肉離れのため2日目から5日目を。 球場、左膝半月板損傷のため11日目から、球場右肩関節脱臼のため7日目から、球場右肩脱臼、左膝前十字人体損傷のため前休2019、新型コロナウイルス感染のため初日から球場、左肩関節唇損傷のため9日目から、球場。ありがとうございます。